どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか？うかでございます。さあ、というわけでやっていきましょう。セリーグ公式戦、7月最後の試合でございます。甲子園でナーブソンとの対決、ヤクルトと、阪神、やっていきたいと思います。最近ちょっと、阪神負けが込んで、ついに3位まで落ちてしまいました。まずいですね、この流れは。頑張って。このね、ちょっと、悪い雰囲気を、僕の一振りで、まあ、僕っていうか、ヨーカー選手のね、一振りで変えていきたい。そんな若き4番の思いを乗せたホームラン見せていきたいと思います。まあ、そんな簡単にホームラン打てないんだけどね、今現時点行きましょう。ヒット打てまくりや、了解。行きます、じゃあ早速。意外でもエルドレッドがもう追いつい、あと6本の差か。で、エルドレッドとヨーカー、この2人ですね、ホームラン王の争いきっと。今、チャンスあったか今、まあいいや。ゆっくり見て。スロースタートでここ、来た、ストレートじゃないいいカーブ持ってるじゃないですか。せいあーし、カット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 。ストレート来るだろ、次。ボール球か次。あ、ボール。あー、ストライク危ねえ。今、来た。おりゃうわ、抜けなー抜けないか今、悔しいな、ちょっと。危なかった、でも今、一球。よしよし、最高。あ、一点取られた。あ、一点返した。あ、いいよ。おー、なんだ俺。あ、チャンス来た。追加点入れば OK。はい、了解です。ツーアウトだろ？あんまりミート打ちして、ボンダするよりかだったらガーンと行った方が、来た、ど真ん中じゃない。おー、いい。すげーカーブ、ほんとに。なあ、打てねえ。ミート打ちします。おい、ストレート無理な気がしてならない。あーだ、なんで3球連続カーブで打てない無理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 。なんだあのカーブ。ま、やっぱり、あ、実況上手い人とか打つんだよね。ああいう球をね。僕打てないんです。行きましょう。なんで下手くそなのに実況してんだろうって言ったら、それまで、まあ、趣味なんだよね。よいしょ！いけ！いけ！これはってことだった！間違いない！そう！趣味のホームラン！ギリギリ46号来ました！来ました。いや、まさかの実況趣味宣言からのホームラン。なるほど。自分に正直になればいいんだ。やったね。来ました。はい。阪神球場で、イエーイ。阪神で甲子園球場ね。ありがとうございます。いいね、このパフォーマンス。いや、今のは甘かったからいただきましたよ。そりゃあもう、ガキーンと。打った瞬間、それと分かんなかったね。ギリギリ。あ、ほんとギリギリでしたね。よーし。入りました。ついに。あ、すげえ点差。もう一回回ってきた。ヒット打てばクリア、了解。すごいな。もう一回で打者一巡とはなかなかな。さあ、どうする。ナウさん落ち、あ、今ストライクか。まあ、今打っても、変な当たりになりましたからね。いやいや。せいあ、カットカットカット。よし、さあ、行きましょう。追い込まれた。ミート打ちで、続ける。よいしょ、はぁはぁはぁファールファールファール。ダメだった。ナイスキャッチ。いや、ナイスキャッチ。敵を褒めても仕方がないんだよな。まあ、今や。行きましょう。でも、かなり6点。すごい点差がつきましたね、ちょっと。これで変わってるから、俺は変えられちゃったね。はい、勝ちました。よし。なんとか流れが変わってきたか、少しずつ。いい方向に向いてきたと信じましょう。勝利打点ありがとうございます。勝利打点あげたんだから僕がヒーローでいいじゃないって思っちゃうんだけど、それはダメですかね。さすがに。ホームラン久しぶりにちょっと危なかったけど、決まりましたね。はい、決勝打いただきました。ナーブソンからすでにホームラン打ってたんですね、よく見たら。おい。パワーがもうちょっと欲しいかな。あ、2、まあいいや、別に2番バッターのは。はい。お、MVP、さあ来い。野村。いやー来ました、はい、ありがとうございます。いただきました。イエーイ、月間 MVP。今、言えてたかな、まあいいや、いただきました。さあ、この流れどんどん行きましょうか。DeNA さん3連戦。それでは、行きましょう。ヤクルト3連戦の後、直後に行きます。多分まあ、そのまま阪神で、甲子園球場でやるんでね。やっぱりフェンスがそこまで高くない。やっぱり他のドーム球場とかと比べたら。だから入りやすいといえば入りやすいんでね。ここでやっぱりホームラン稼がないといけないですよ。頑張ってやっていきたいと思います。スタープレイヤーモード。難易度は、そう、ようやくだからホームランが出るように下がってきたのかな。あまりも打てないもんだから。行きましょう。おい、チャンス来た。おい、犠牲フライでも1点入れると。ワンアウト？ですよね。ってことはなね。行きましょう。いや、ここはもう男だったら一気にドカンとかましてやりますよ。ボール、止まったストライク。まあ、今、低めはあんまり得意じゃないんでいいっすわ。来た。せいだー、チェンジアップか、くそ、タイミング合ってれば行ったんだけど今。よいしょ、わー、悔しい今。ストレートで三振取ると気持ちいいことはないだろうけど、悔しいな。1点取られてんだよな。まずいっすね、ちょっと。はい、行きましょう。いや、まあ、今、4番らしく、ここはホームラン狙っていきますよ、やっぱり。
でも先頭だから打った方がいいかな、普通にあのミート打ちで。チームに徹するか、それとも自分の記録を、よいしょーって迷ってるところです。さ、まあ、ワンのワンだから、ここは思いっきり打っちゃっていいと思う。よいしょ、いけいけ、あー、切れたか、あったー、今読んでたのに落ちる、黙って、くっそー、ミートしまーす。いや、ストレート来る、ボール。おー、ストライクでした。俺、以前、こういう球見逃してたな、しょっちゅう。あ、やばいやばい、3点差になってきた。まずいぞ。てか、ランナーたまんねえぞ。追撃のホームラン、はーい。ホームラン打てって言ってんだから、これはもう強振でいいですよ、じゃあ。一本でも打ちましょうよ。おい、ボール。よっしゃ、D カーブ。いい球。まずいな、完封されてんすか。ちょっとまずいな、これは本当に。ボール、よし、いいよいいよ。ボール先行できてるですね。来た、ストライク。どっ、くそー、ストレート、今、チャンスだったのに。どう来る、うりゃって、あー、ファール。くそ、追い込まれた。いや、これ、追撃のホームラン、三振でもいいんで、最悪。おりゃだー、チェンジアップが厳しい。悔しい、今。最近なんかわかんないけど、変なとこから声が出せるようになったんです。まあ、行きましょう。はい、ヒット打てばクリア、行きます。もういいや、この際ヒット一本でも打つ。よし、完封だけはさせなかったんだ、もういいもん。ボール、おい、よっしゃ。あれがど真ん中来てくれたらいいな。よっしゃよっしゃ、いいよいいよ。いやでもだからこそが追撃のホームランを一本打った方がいいよね。おら、来たってことだった、間違いない間違いない、行ってくれ行ってくれ、よっしゃ、危なかったけど入りました47号。今危なかった本当に。あー、今すごい、ちょっと今なんかね、高く上がったなっていう印象あったんだよね。いただきました。よし、せめてせめて1点返すよっていう感じでいただきました。イエーイ。さあ、あとはどうする、あ、ピッチャー変わる、もしかしてどうでしょうね、ちょっとわかんないですけど。いただきましたよ、これはもう。あ、弾道が高かったんですね、これは完全に。どこまで、まあ、明らかに下段なのはわかるんだよな。ギリギリだね、これもまた。よーし、さあ。落ち着いた、あ、惜しかった、落ち着いてなかった、あと1点だった。結局完封という形なんですけどね、藤井投手の。なるほど、お疲れ様でした。あー、くそ、でもホームランが、もうちょっと早い、あの、チャンスのタイミングでホームラン打たないと、やっぱり4番じゃないですよ。今、4番じゃないっていう表現はよろしくないけど。まあいいや、はい、47号出ました。うい。3三振。笑えないな。まだ終わってないということで、はい。511、ヒッ、あの、パーのがね。さあ、どうでしょうかね、ちょっと、見ていきま、あ、マジック 40! もう点灯かよ。早えな。DN3 連戦、ちょっと見ていきましょうか。能力、アップで。パワーで広角打法手に入れたいんだよね。700ポイント。じゃあまだ足りないや。じゃあ、ほっときましょう。おい。まだ、もうちょっと様子見ましょう。さあ、今度こそ農民さん勝たしたい。行きましょう。今度こそってか、やっぱり、チーム勝たしたいですよ。や、もうそりゃ、もうプロだし。なんせプロだし。頑張っていきましょうか。そう、今回いけるかな。なんとなくホームランのようやくホームランが出始めたので、本当に。ただ、チャンスでホームランが出ないっていうのが、本当きついんですよ。チームとしてもそれはやっぱデメリットなので。やっぱり行きましょう。はい。あー、でもまあ、ランナーがたまらねえのは仕方がないか。こればっかりは。まあ、最初3人で、お、107打点。さあ、このまま行きましょうか、もう。打点の方はまあ気にしなくていいや。要はもうホームラン、あ、一発持ち。チャンスかもしれないですね。ボール。はい。甘い球が来れば、そこでかます。一気に。来た。よいしょ、流れたけど取られた。グリエール。やられて、見事に。くっそー、綺麗に流したつもりなんですけどね。あ、痛いんだ。あ、チャンス来た。追加点が入れば OK。ダッツアウトですね。いや、でも俺はこう強振するよ。それでも僕は強振するよ。ホームラン打ちたいから。いやー、あー、もう一回打ち直させてください。バッティングセンターのように。悔しい。あー、もう、まずいな、今のは。あれ、初球で片付けられちゃう。逆転されちゃったよ。あら、今こっちじゃない。ホームランで同点にするぞ。わかりました。ホームランで同点な、いけるかな、セイッダーファール、よし、切れた、よし。危なかった、今。さあ、どういっか。ボール、いや、ストライクだった、いい球。さあ、2、追い込まれた。いや、ここは俺ホームラン狙うよ、あー、やってしまった、俺のバカ。やっちゃったよ、今の。いや、もう一回回ってくるはず。来い、来い、来い。来たー。一発逆転のチャンスだ、そうです。もう逆転をホームラン打ってクリア。
ついに4割6分まで来ました打率。いきましょうか、思いっきり。速球不安定なんでね、ここは。ちょっとチャンスかもしれない。来たっていった手応えあった手応えあったすごく手応えがあったのにセンターだから入らなかったと言っても過言ではないんじゃない。くっそー悔しい。今決めた、あー点差入っちゃった、ゲームセット。悔しいなー。途中までのみさんいいと、いいピッチングしてたんだけどなー。やっぱ4番が仕事しないとチーム勝てないですね、なかなか。まあそれがやっぱ自然の断り、当然のことなんですけども、くわーやってしまった。全然失敗ですね。結局全然打てませんでしたから。はい、やばい。2連敗だよね。あーまずいな、ちょっと。はい、 DeNA との試合ですね。4番サードがっかりさせないでくれ。相当だから、まあがっかりさせないように頑張るしかないっすよ。それこそ行きましょうか。頑張りさ、がっかりさせないでくれ。だから現時点ちょっとがっかり してるとこはあるかもしれない、少しだけ。まあでも序盤の活躍を見れば、もうまあいいんじゃないと思っちゃうところもあるけど、それはダメですよね。行きましょうか、思いっきり。ここはもうガツンと、男だったらやるしかないでしょ。もう一本、早く50本打って、もう大台狙いますよ、60。はい、チャンス、おい、来た、チャンス、久しぶりの。いや、久しぶりでもないわ。俺が潰してるだけだ、チャンスを。さあ、47本目、あと3本で50本の大台乗ります。行きましょう。打ち直させて違う。悔しいな、すっごい悔しい。ああいうちょっと完全に打たされた感してやられたな。あ、1点取られて、あ、来た、あ、進塁打で OK です。そうです、行きましょう。でも相手ゼフ長なんで、ここはフ長、ゼフ長どちらもいいや。ここはちょっとチャンス、思いっきりフルスイングしていきましょうか。あー、フォーク、いい球。まずいな、ちょっとやっぱり変化球に弱くなってる。ボール、よし。いいよいいよ。スイッター、またフォーク、変化球。俺変化球打つ練習しないとな。あ、逆転した。いいじゃないですか。さあ、第3打席行きましょう。ヒットはフォーボール。ヒット1本でもと、前回の試合1本もヒット出なかったから、ここは、うん。いや、ここは、でもホームラン、男は4番、でゃー、大グゲグギー、いやー、やってしまった。まずいなー。今、チャンスだと思って、ちょっと強振かどうか迷っちゃったんですよね。はい、チャンス来ました。打線が、すごいことになってる状況で、ピッチャー変えて、小林投手行きましょう。ドカンと一発、打ってみよう、よと。スイッターマジかーチームのムードに乗れませんでした。チャンスの凡退。チームのムードを止めるぐらい、あー、しかも、降ろされてるし、俺よく見たら。うわー、もう、途中で降ろされ始めてるな、最近。相当、ちょっと信頼失ってますよ、今、俺。まずいっすね。まあ、チーム勝ったからいいけど。ちょっと最後までやっぱ行きたいですよね。どうせやったら。まずい、まずい。ちょっと、4番が全然打ててないです。はい、残念でした。どうしよう、本当に。これ、評価下がる一方なんだけど、今。まあ、連敗止めて一応なんとか、よかったですけど、はい、移動、休んで、あー、着実に競り、だから巨人のマジックが下がってってるのが見える。でも一応2位に浮上しましたね。まあ、0.5 ゲーム差なんで、いつ逆転されてもおかしくないですし、そもそもま、DeNA とも 2.5 ゲーム差なんですよ、4位と。だから B クラスにいつ落ちちゃっておかしくない。それぐらいの状況。パリーグはパリーグで面白そうですね、本当に状況としては。うん。なかなかちょっと面白いんじゃないでしょうか、この流れは。誰が、優勝することになるのか。次回もお楽しみに。じゃあね。